どうも、キャメです。今日はですね、こちらの日本一カメの子供たち、飼育ケージにですね、ちょっと新しい子が入りました。それが、こちら、わかりますか？さあ、どこにいるでしょうか？わかります。もしかしてシェルターの中かな？あれ、いない。はい、ではね、ここにいます。はい、というわけで、この前お迎えした、中国セマルハコガメです。名前は決まってません。この子たちはね、ちょっとね、日本ウシガメの子たちと一緒に飼育を始めています。まあね、様子を見てね、病気とかもなさそうですし、まあうちの日本ウシガメたちもね、まあ病気とかもなさそうなんで、ちょっとね、一緒にしてみたらちょっと楽しいかなと思って、いや、一緒にしました。結構ね、これ多分1週間ぐらい経ったのかな。めちゃくちゃ馴染んでます。すんごい馴染んでます。見てください、このお月を。かわいいっすね。他の子たちはぼーっとしてますけどね。まあ、唯一ぼーっとしてない子はこっちの子。隠れんなや。ね、今ちょっと水入れてね、ご飯あげようとして用意してたんですけども、さっきね、一人で一足先に入ろうとしてましたね。めっちゃかわいいっすね。はい、というわけで、ね、まあ、早速、この子たちね、ご飯をあげていきたいと思います。と、まあ、こんな感じ。みに、こちら、よく見ましょうか。ちょっと臆病な子ですかね。うん。かわいいですよね、中国セマルハコガメも。なかなかの。いいっすよね、これ黄色が。あの黄色も結構綺麗ですね。いいな、好きだな。いい顔してる。あ、ごめん、なんか触った。はい、というわけでね。とりあえずね、他の子たちもね、ちょっとまじまじと見つつ。あ、この子軽いな。大丈夫かな。あと一匹。ここでしょ、分かってんだ。おお、すごい暴れる。いいっすよね。やっぱこの性格の違いも面白いっすよね。かわいいな。はい、というわけでこちらです。この前回ね、わちゃわちゃした動画っていう形で出したんですけどね。まあ、さらにわちゃわちゃしてます。まあ、迫るはまだちょっと慣れてないんでしょうかね。よいしょ。さあ、ご飯だよー。お、来た来た。お、食べた食べた。全員食べるかなー。セマルも動きましたね。ちなみにですね、ちょっと隣の水槽、ちょっと今改装中なんでね、ちょっと気にしないでくださいね。ってるね。さあ、ご飯が見つからない。大丈夫か、迫る。見つけたけど、あ、邪魔される。わちゃわちゃしてる。取られちゃった。あ、見つけたぞ。いいね、食べれたね、食べれた。よし、いいね、いいね。
OK、みんな食べてるね。 OK、OK、多分ね、もう一回ご飯あげるようですね、この感じだと。まあ、こんな感じで迫る箱亀、中国迫る箱亀をね、こうやって馴染んでます。多分だけど中国迫る箱亀も日本一のと同じ買い方で、まあ大丈夫そうですね。うん、東部箱亀とかね、アメ箱系はちょっともうちょっと神経使わないとダメよそうな気もしますが、まあ、迫るに関してはまあ大丈夫そうですね、今のところ。食べれない食べれない、もうちょっと入れて、もうちょっと散ればいいのにな、みんなな。いい感じよ。じゃあちょっとね、このまま放置しましょうか。まあ食べ終わったみたいですね。まあみんなもうお腹いっぱいで、このね、1、2、3、4、はい、というわけで、ね、1匹脱走しました。まあね、全然出てくれて構わないんですけどね。うん、まあとりあえずね、全員出します。全員出して、もう水をね、交換しちゃいます。まあここまでは全なんか全く前回の動画と一緒のような気がする。はい、ではね、ちょっと水捨てて、ね、水入れようと思ったら水、ちょっと食なかったんで、また後でやりたいと思います。まあ大体ね、迫るちゃん、こんな感じです。じーっとしてますわ。やっぱ迫る箱亀ってそんなに動かない亀なんですかね。うちのでっかい方もなかなか動かないんで。ちなみにでっかい方はですね、こんな感じです。あのめっちゃね、がっついて食べてんの餌皿に。それ以外はまあそんな動かないかなって感じはしますね。ちょっと比べてみますか、あの横に並べて。こんな感じです。すげえ巨体差が分かりますね、このうちの大人の迫る箱亀は。ちょっとなんか嫌な感じがする。体格差が怖いんでね、ちょっとね、会長。はい、というわけでね、今日はね、我が家の日本石神のわちゃわちゃ軍団にですね、新しい仲間が加わりましたってことで、ね、それで紹介の方をさせていただきました。結構ね、迫る箱亀も、なんか買ってみるとすごく、なんか買う前よりもね、すごくいい亀だなと思いましたね。またね、お迎えしたいけど値段がね、なかなかいい値段するんで、ちょっと、考えます。というわけで、ね、今回の動画はここまでになります。もしよろしければチャンネル登録とよろしくお願いいたします。この子たちのね、まあ迫るちゃんと日本石神の子たちもね、どんどん動画出していきますんでね。もちろんですね、この子たち、うちのね、バカでかい日本石神の、ね、たち、この夫婦のね、動画も出していきますんで、よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。